FAQ、ヒュームって一体全体なんだ？そうそう、ヒュームって一体全体なんだ？良い質問ですね。全く独創的な質問です。ヒュームというのは、ある範囲における現実性の強度や量を測定する方法です。さて、あなたがこの手法によって測定される、現実的な、問題を抱えているのだとすれば、それは確かに理解するには難しい概念です。一つ、このような研究を説明するのに用いられる優れたアナロジーがあります。宇宙すべてを描いた絵画が、薄い砂の層で覆われている。これが、現実性の基準値、1ヒュームです。さて砂の一部を取り去ったとき、方法は問いません。するとあたりの砂が少なくなっていますね。現実性の水準が下がったわけです。今度は砂を加えると、あたりの現実性は増します。まあ、この説明は誇張抜きに非常に単純化された説明なんですが、概念を紹介する上での助けになりますし、素晴らしい視覚的印象も与えてくれます。そうですね、このアナロジーにのっとるなら、ヒュームはその領域における砂の量を測るものです。お分かりいただけたでしょうか。9でも、我々はどうやってこれらを定義すればいいの？何に関連しているの？さらにいい質問です。あらゆる計量法は何かに関連して定義されなければなりません。そこで、私たちはヒューム基準を考案しました。私たちは、ヒューム値を任意に高水準及び低水準に維持するスクラントン現実秒をそれぞれに含んだ、2つの小型現実空間を作りました。これらの水準は、それぞれ100と0に指定されています。ヒューム測定が行われるのは、これらの小型空間からです。9じゃあ、この神秘的なヒュームっていうのはどうやって評価される？カント係数器によってですよ。カント係数器は上で述べた小型空間らへの2つのポータルによって構成されています。これらを基準として使用することで、特定の領域のヒューム値を測定できるのです。9素晴らしい。そしたらあんたの、ノーベル賞、ピューリッツァー賞、ニューベリー賞、名誉勲章、その他、はどこにあるんだ？財団の方針に従って、部外者が研究を共有、認識することは不可能です。でも、心配はご無用。私たちは報奨を12分に受けていますし、それに、その上にですよ。私たちは最近、同様の研究に励む外部探求者の進捗を早めるという任務に関し、倫理委員会からの全面的な採可を得たんです。つまり、ヒュームは数年のうちに公のものとなるかもしれません。旧ヒュームってのは、私の SCP 研究、私自身、私の妻、その他、の何の役に立つんだ？もし現実改変者、現実歪曲型の SCP 研究に携わっているなら、あなたは運がいい、ヒュームはあなたのお役に立てるでしょう。研究が容易にならなかったとしても、とにかく、相当に面白くはなるでしょう。何と言ってもまず、現実改変者。この類の人々は現実に対し二重の影響を及ぼします。第一に、彼らを取り巻く現実性は通常、状態よりもわずかに低いです。第二に、彼ら個人のヒューム水準は通常、状態よりも少し高めです。第一と第二の大きさは、もちろん、問題となっている現実改変者の相対的な改変力と関連があります。通常、低レベルの現実改変者では大体、0.75 から 0.8、1.3 から 1.5 に達します。周囲のヒューム水準、個人のヒューム水準。この表記は以降の例でも同様に用いられます。特に低レベル改変者のケースでは、現実改変者の偽陽性を回避するため、徹底した慎重さが要されます。これは、平凡な人間であっても根を変動させることができるためです。詳細は、この現実改変者に関するレクチャーを見てください。大きな手助けになります。しかし強力な現実改変者、つまり通常、変動値が 0.4 未満、3兆に達するケースは、現実を変性させる大きな力を示しています。注目すべきは SCP-343 です。他すべての現実改変者と異なり、これは外部の現実に全く影響を及ぼしません。しかしながら、内部ヒュームを読み取ると天文学的に高いんですよ。記録されている平均値は86ヒューム、7件の異なるテスト全体の平均、さらに実施中。これは多くの事柄を示唆し、それらすべてが SCP-343 研究者たちの白熱した討議を読んでいるところです。最後に、SCP-239 の例を見てましょう。多くの強力な現実改変者、つまり影響範囲や内外問わぬヒューム値の変動率が極めて大きいケースとは異なり、SCP-239 は変わった傾向を備えています。
彼女が影響を与える範囲はとても小さいのです。彼女の改変は、その視界か想像力の及ぶ範囲にとどまるようです。一見すると、それは彼女に無限の効果範囲を与えるように思われますが、実のところ、彼女が実際に想像できる範囲に限られています。ですから、その能力は、妥当な封じ込めによって普段は抑止されています。しかしながら、彼女の 0.350 という測定値は、彼女が望む局所的現実を具現化するための、ほとんど無制限の力を認めています。343の場合と同様に、その意味、原因、このことを受けての収容手順について、広い範囲で議論されています。さて、非ヒューマノイドのアノマリーについて、これもまた、ヒュームが役立ちます。例として、SCP-2464 を持ってきましょう。SCP-2464 と SCP-2464 に両方どもの内部ヒュームの測定によって、このアノマリーに関する仮説は明確に確かめられましたし。詳細な情報については付録を参照のこと、より効果的な封じ込めを可能になりました。他のケースとして、SCP-668 にも触れましょう。非活性時、このツールは永続的に、周囲1メートルほどのヒューム値をおよそ2ヒューム上げます。活性火事では、ヒューム水準は天文学的に高まり、67ヒューム以上、その範囲は全ての間と係数期にわたります。ですから、この効果は基地空間の全域にわたり影響を及ぼすと推論されています。この理解の後に、一つには、より効果的な、収容手順を参照のこと。SCP-668 の収容法が整備されました。二つには、全艦と係数機の即時モニタリングが開始され、同様のアノマリーの損費に対する警報として用いられることになりました。最後に、SCP-2000 の例を取り上げますか。この SCP を収容するために、スクラントン現実病は建造され、配備されました。しかしながら、艦と係数機が実動する以前は、現実病がどう作動しているのか、なぜ動くのか不明でした。今は、病がどのように作動しているのか、極地現実を一定の2ヒュームに保つ、そしてなぜ動くのか、極めて専門的な内容ですが、砂のメタファーに合わせると、以下のように表せます。現実病は、必須ではない別の宇宙から砂を吸い上げ、私たちの安定した宇宙へ砂を供給し続ける。この説明は当然ながら、実体とは似ても似つかないですが、理論物理学の10年分の成果を省いた最も簡単な説明です。旧賢怖い、どうやって発見した？ A スクラントン現実病がどのように動作しているのかという調査を通じて、わかりきったことですね。旧その名称は何なの？あれとかそれとか、少し、変、だと思わない？ A それは、私たちのちょっとしたジョークですよ。旧最後になったが、少なからず重要なことだ、あんたら二人のハンサム、デビルは何者だ？A. ジェームズ、コールドマン博士とカルロス、ジェフスキー博士です。野放しのハンサム、デビルですね。質問困惑避難 FAQ、からヒュームって一体全体なんだ？パート2へどうぞ、そこで全てのヒュームに関連する質問は答えられるでしょう。FAQ、からヒュームって一体全体なんだ？パート2。あなたたちも一つ、あるいはいくつか、ヒュームに関する質問があるんですか？下に書いてくれれば答えますよ。旧ヒューム濃度が高い、あるいは低い、領域はどんな風に見えるの？ S 博士。A ヒューム濃度の低い領域は実に、とても奇妙な場所ですよ。平常現実の安定性はなく、普通の人間でも一時的に現実改変者のような力を得て、気まぐれにその場所を改変することができます。これらの現象を本物と混同してはいけませんよ、もちろん。これは単に低ヒューム環境上への高ヒューム基準系の投影であって、対象がその場所を離れれば、能力はすぐに消失します。付け加えておくと、現実性の密度が非常に希薄な領域では、自然発生するアノマリーや宇宙の裂け目が明らかに増えます。しかしながら、このアノマリーや裂け目はその周辺から取り出されても消えません。この理由は今でもわかっていません。ヒューム濃度の高い領域は、一方で、とても奇妙な場所です。通常の人間にとっては鮮明で、力に満ち溢れているように見えます。強烈な感情を喚起し、神秘的な、正確には地表情的な、オーラが感じられる場所です。ヒマラヤ山脈がどのようにして高いヒューム濃度を持つようになったか覚えていますか？これはヒマラヤの全ての山に当てはまります。山々が悟りの地として探し求められてきたのには理由があるのですよ。
一方、現実改変者にとってはこの場所は正気がなく、薄暗い、素やなものです。この場所のヒューム濃度は現実改変者自身の水準に近い、あるいは、より高い、ため、彼らはこの場所で力を振るうのに非常に苦労します。その場所に影響を与えることが完全に制限される場合もあります。そのため、現実改変者はこのような場所を直感的、あるいはその他の理由で避けようとします。そして、現在建設中のサイト、35、特別なスクラントン現実病によって強化され、ヒマラヤ山脈に位置します、は完成後、現実改変者の効果的な収容施設として機能することが期待されています。旧普通の人間が現実改変者改変者になることってできる？ S 博士。ええ、はい。それを保証する儀式や仕掛けは本当にたくさんあります。ペニスを巨大化させるスパムを思い浮かべてください。ただし、保証しているのはペニスではなくヒュームを大きくすることです。しかし、実際にそれが可能な技術は非常に少なく、現在ではそういった技術のリストが編纂されています。旧動物がヒューム変動能力を持つことはある？ S 博士。ええ、はい、もちろん、少なくとも1匹の猫、2匹の犬、数匹ののみがそのようであると考えられています。とあるクジラにもそれが可能であることを示す証拠が入ってきています。無生物のオブジェクトにも可能であるという仮説が立てられていますが、現時点ではその検証が困難であるため、仮説は裏付けられていません。旧例えば惑星間、あるいはそれ以上、のように遠く離れた場所から、ヒューム変動の実験を行う方法って何かない？ D 博士。今のところは、ありません。私の知る限り、第一線でとても多くの手段が検証されてきましたが、今までにできたことは局地的にヒューム濃度を測定することだけでした。さらに、測定自体について言えば、私の知るものの一つは測定したい場所への感度計数器を乗せた人工衛星の打ち上げを伴っており、またあるものは私が理解できない多くの量子力学分野に依拠しているものであり、いずれも最も有望で、完成に近いものです。ですから、早期の実用化に期待しましょう。そんな距離にある現実影響実態を計測する手段って何なんだ？ K 博士。上述しましたように、基本的には当て随量以外にありません。しかし、これも上述しましたが、ごく近い将来に興味深い方法が導入されることを期待しましょう。真空の宇宙にいることで、ヒューム編成の性質に何かしら影響は出るのか？ K 博士。短い回答。いえ、長い回答。宇宙は少し奇妙です。ヒューム濃度の基準は地球より少し高く、地球上で見られるのと同様の変動が現れます。実際には、宇宙のヒューム水準は地球と同等、あるいはそれ以下。であり、銀河や星団は地球上の山と同様にヒューム凝集空間として振る舞います。しかし、我々がそれを検証する方法が現実に発見されるまで、これは知見に基づく単なる推測でしかありません。現実改変者の体の一部や臓器が摘出されたり所有者が死亡したりした時、その体組織内部のヒューム値は異常に高い、あるいは低いままなのか、他の臓器よりヒューム濃度が高い臓器はあるか、もしあるならどこが？ R 博士。良い質問ですね。今の時点では、一方についてはあまり研究が進んでおりません。予備試験の結果から、全臓器のヒューム濃度は基準値より大きく、心臓や肝臓、脳は最も高いヒューム濃度を有していることを示しているようです。しかし、この強度は生きている時の現実改変者のものほど大きくはありません。この理由は不明ですし、イレギュラーなヒューム変動や汚染がある可能性も否定できませんので、これは今のところ全て推論に過ぎず、さらなる調査によって証明される必要があります。現実改変効果が、綺麗になくなった、空間のヒューム濃度を測定する際に、ノイズや、バックグラウンド信号、との干渉は存在するか？ R 博士。はい、我々が観察してきたものは基本的に、外部からの影響を受けない完全に孤立した領域であり、基準ヒューム濃度はプラスマイナス9センチヒュームの間で変動するようです。そのため、違う時間に同じ場所で行った測定に有意なヒューム濃度の差が出ることがあります。ついでに言いますと、この現象の原因は今のところ不明です。認識災害的、情報災害的、あるいはミーム的効果はヒューム値の変動と関係があるのか、はっきりさせておくが、この質問はこれらの発生源が人間の精神や脳の化学反応に与えている核効果についてのものであり、
非影響個体がそれらに暴露した後に見られる様々な異常効果についてのものではない。つまり、情報単独、またはその知識によってヒューム値が変わることはあるのか？ R 博士。いえ、蒸気の物質や効果とヒューム濃度には関連性はありません。これらの効果は極地現実には影響を与えない代わりに、単に影響を受けた人間の思考プロセスや脳の中にのみ変化を与えていると見られています。しかし、暴露後に見られる異常な効果は、ヒューム濃度に多様な効果を与える、持つ、可能性があります。この件に関する詳細な情報については SCP-1425 参照のこと。最後に、これは頼みでもあるんだが、財団医療部門の医師と衛生管理士からスクラントン現実病が人体に与える長期的影響。特に精神状態の変化や職員、民間人の一般的な健康問題との関係について調査するために、小型化されたスクラントン現実病を利用したい旨の要望があった。試験目的での利用を要請する手段はあるか、あるいはこの問題についてはすでに研究されているのか、もし調査されているなら、その論文はいつ発表されるんだ？ R 博士。SCP-2000 で働く職員の観察から、スクラントン病は短期的にはいかなる悪影響も及ぼさないとされています。そうした長期的試験の要請はすべて倫理委員会を通す必要があるでしょうが、そのような作成された論文はすべて SCP 財団内部サーバー、基本的には財団の非公開アーキシブ、上にて発表することができます。ゼロあるいは負けのヒューム値を持つ場所やオブジェクトは発見されているのか、このような根には何か意味があるのか、T 博士。今のところは見つかっていません。自然界において、我々が遭遇した最も低いヒューム濃度はから 0.27、0.28H 付近です。これは低い数値ではあるものの、なお、絶対0度、濃度からはかけ離れたものです。人工的に、我々は濃度を 0.15H まで下げることに成功しました。これも低くはありますが、まだ完全なゼロからはかけ離れています。ゼロのヒューム濃度は理論的には実現可能ですが、我々が思いもよらない、または経験したことのない、ような、現実、を想定しない限り、そういったものが自然界に存在しうる。あるいは大規模な後遺症なしに人工的に作成できるとはとても考えられません。負けのヒュームについてですが、我々は関東係数機のメモリに負けの根を付けたことさえありませんので、何を測っているかということさえわからないでしょうね。なおこれは、負けのヒュームがおそらく宇宙の基本構造に何かとてつもない誤りが生じたことを示すこと、おそらくそのような状況では、関東係数機を持っている者は全員さっさと逃げ出すべきであるという事実を無視しています。より適切な表現がないため、SRA、スクラントン現実病、は他の宇宙から現実を、吸引、することによって機能していると説明していたね。望ましい主要効果以外に、SRA によって引き起こされる基地の、あるいは理論上想定される悪影響その他はあるのか？ N 博士。我々が現実性を吸引している宇宙にとっては、おそらく相当な悪影響があるでしょう。現実全体の破壊、アノマリーの増大、現実の希薄化、非線形時間領域の急増、時系列異次様、自発的な局所的現実の崩壊。ですが、これらに限らず、その他我々が思いつきさえしない多様な事象すら起こりうることは間違いないでしょう。これこそが、SRA、良い略語ですね、気に入りました、にいわゆる、死んだ、宇宙からのみ現実性を取り出すよう強制している理由です。これらにはすでに滅びつつある宇宙、すなわち、熱的死を迎えた宇宙、いずれかの K クラスシナリオ、明白な理由から、IK クラスシナリオは除外、を経験し、生物が現存しない宇宙、何らかの理由によって、知性の有無を問わず生命が発生しなかった宇宙を含みます。SRA はこれらの宇宙の死を早めるようですが、これらの宇宙には保護する価値がなく、また周囲に同じように浮かんでいる、他の全く同じ宇宙からの供給がいくらでもありますので、通常は許容可能なトレードオフであるとみなされています。我々の宇宙内における SRA の副作用についてですが、良い質問です。確実に長期的な研究を行うに値します。SCP-2000 の件で上述しましたが、短期間の SRA への暴露には急性の有害効果がないようですし、慢性効果も確認されていません。短期間の暴露による実際の慢性的な影響、あるいは長期間の暴露についてですが、私にもよくわかりません。私の部門の下級研究員の一人が、最近、ヒューム水準は、現実派、の形で伝播すると理論立てたんだ。この理論に見どころはあるかい？もしあるなら、
カルオブジェクトの現実波が周囲と同期しなくなると、通常の現実に対して位相の異なる状態、不可視で非物質的になると考えられるんじゃないか？ F 博士。私の理解できる範囲では、いいえ。というのも、量子力学が説明するように全ての粒子は波のような性質を持っています。そして全ての波は粒子のような性質を持っています。通常の現実に対して位相の異なる状態になる手段はありますが、この方法はヒューム操作には直接関係していません。他の宇宙へ繰り出したり、あるいは半身はこの宇宙に、もう半身は別の宇宙に留まらせたり、また自身の物質的状態などを変化させることもできるでしょう。これらは素晴らしいものではあるのですが、残念ながら、ヒュームとは関係がありません。普通の人間内でのヒューム水準の平均はどれくらい？通常の現実内では？研究者 W。良い質問ですが、その質問はこちらの文書ですでに回答済みです。基地の現実改変者の中に、体内や周囲の現実のヒューム濃度を自由に上下動できる奴はいる？研究者 W。A 現実改変者のヒューム中心明瞭度を考慮するなら、基地の現実改変者は全員その特性を示しています。ひょっとすると SCP-343 は例外かもしれません。平均より高いヒュームを持つ実態が現実は異極者なら、平均より低いヒューム水準を持つ実態には何が起こるのか？研究者 W。良い質問です。そのような人々の研究はまだあまり進んでいませんが、初期成果は彼らが現実に抗えないことを示唆しているようです。その人生は結局のところ、そう、彼らが実現してほしいと望む現実を跳ねつけます。彼らはステレオタイプな、見入られた、あるいは、まじなわれた、人々であり、彼らの人生は概してある種のお話やお約束のような結末を迎えます。5人の人物をもとに行われた選考試験においては、1人はオリジナルのグリム兄弟版、シンデレラ、をその問答に至るまで再現し、1人は滅多にないむごい災難が続き、とりわけむごいものとして、演論者の数千ドル分の株券を保有していたこと、5回も雷に打たれたこと、携帯電話のバッテリーの爆発によって手の指を失ったことが挙げられます。2人は中間管理職に就いた経歴を持ち、そして最後の1人はオフアイブを55年以上にわたって務めました。これが一体何を意味しているのかについては今も激しく議論されており、研究をもっと進めなければなりません。ヒューム濃度は現実性を操作する能力を引き起こすが、その場にある物体の個別の状態に影響を与えるわけではないということで。つまり SRA は実際のところアノマリーを無効化することはできないという理解でよろしいか？例えば、SRA は現実改変者のさらなる改変を阻止することはできても、低ヒューム環境。あるいはそのような環境への変化を能動的に必要としないアノマリーの存在を実際には打ち消すことができないというように。T 研究員。その通りです。SRA に可能なのはある地点を中心として周囲のヒューム水準を固定することだけです。これまでに分類された大部分のアノマリーは周囲のヒュームに影響を及ぼすどころか、ヒュームの変化を一切引き起こしません。したがって、SRA を万能の無効化デバイスとして用いることはできないのです。以下未訳。First, what is the relationship if any between Humes and thaumatological processes as outlined? In those seminar transcripts we got from the GOC, can said processes interact with Humes?And finally, does the type green designation that the coalition's headgear gives to reality benders have anything to do with their higher Hume content? Driveshire. As of this time, research into obviously inferior GOC reality cum bender meteorology has not yet been implemented.If one's musings are inclined towards such topics, it might prove a fruitful field of further figurations. As for type greens, well, despite the obviously inferior terminology, they are effectively reality benders, as such, all previous musings on the topic can be applied with little to no problems. Are Humes composed of matter?And if so, do they have mass? What state of matter are Humes? Drive W's. As far as we can tell, individual Humes are both massless and infinitely massed.
Wait, I thought Humes were how reality stability was measured like degrees and temperature, but... Now you're telling me they're particles. Drive shape.